こんにちは、斉藤直樹です。今日はリスナーさんの質問にお答えしていきます。30代匿名希望さんからの質問です。こんにちは、いつも動画楽しく拝見しております。今回質問したいのは創作活動における劣等感に関してです。嫉妬に関してはお話しされていたと思うのですが、それとは少し違う気がして質問させていただきました。私は現在とある作家さんのアシスタントをしながら、自分でもイラストのお仕事をしたいと思い活動しております。しかしその作家さんがどんどん活動の場を広げていく一方で、自分は全く結果を出せず、かっこお仕事をいただけない、コンテストなどで入賞できないと、それが惨めで仕方ありません。いつまでもアシスタント止まりな自分に嫌気がさします。その作家さんも私のイラストにアドバイスをしてくださるのですが、ありがたい一方でこんなにも差があるのか、私のイラストはこんなにもダメなところばかりなのかと落ち込むばかりです。ご本人にも話してみたのですが、あまりこういった感情の言葉はわからないようで、できればその方とのお仕事や関係は続けたいのですが、どうすればこの劣等感とうまく付き合っていけるでしょうか。よろしければご助言よろしくお願いしますとのことです。はい、ご質問ありがとうございます。まずですね、匿名さんに最初にお伝えしたいのは、今匿名希望さんが抱えているその劣等感、そっくりそのまま持ち続けてくださいってことです。振り払う必要もありませんし、うまく付き合う必要もありません。まあ、必要がないっていうか、劣等感は劣等感として持ち続けるしかないんですね。なぜかというと、その劣等感があなたが今後前に進んでいくための大きなエネルギーになると思うからです。というのはですね、僕も匿名さんと同じぐらいの時期、同じように強い劣等感に苛まれていました。まあ、正確に言うとね、僕はアシスタントをしたことがないんですが、バキのいろりの仕事を外注で受けていました。で、すごくありがたいことに板垣先生、僕のことをすごくよくしてくださっていたので、たまにですね、作家さんのパーティーに僕を呼んでくれるんですよ。めっちゃ優しいんですよね、板垣先生。でね、そのパーティーに行くとですね、僕が板垣先生以外他の作家さんにどう思われるのかっていうと、アシスタントのくせになぜかパーティーに来てるやつとして思われるんですよ。今それはね、仕方ないんですけどね。でもそうすると、その場での会話で嫌というほど格の違いみたいなものを思い知らされることになるんです。あ、いや、そんなにね、露骨にいじめられたりとか、そういうのはね、全然ないですよ。連載作家さんとかね、そこまでの立場に行く人ってすごくね、能力値が基本的に高くて、結構常識人というか、まあ、大体はまともな人ばかりなので、基本優しく扱ってくれはするんですが、むしろ自分が会話の節々で劣等感を感じてしまうことになるんですね。あ、斉藤さんでしたっけ？どんな作品書かれているんですか？あ、僕は漫画家じゃなくて、今板垣先生のバキの着彩の仕事を外注で受けさせていただいております。あ、なるほど、アシスタントさんなんですね。あ、いえいえ、外注で仕事を受けてるので、アシスタントっていうわけじゃなくてですね。そうなんですか。へえ。何々先生いらしてたんですね。あ、ちょっとすいません、行ってきます。あ、行っちゃったみたいな感じで、わかりますか？まあ、当然なんですけどね、自分のことを全く知っていただけてないことに、勝手にね、自分自身で傷ついちゃったりとか、あとね、当時の編集長が、もう板垣先生、今日は作家さんのパーティーなんだから、アシスタントは呼ばないでくださいよ、とか言ってるの聞こえちゃったりね。いや、まあ、その一方でね、板垣先生は、斉藤はアシスタントじゃねえよ。斉藤の着彩はもう芸術だろ。こいつはもう作家なんだよ。って言ってくれたりしてね。いや、それにはね、ものすごく救われたんですけどね。ただこういう華やかなパーティーに出ることで、自分自身の矮小さを思い知らされて、あー、俺って取るに足らない存在なんだな、惨めだなってね、ものすごく劣等感に苛まれることが結構ありました。だからなんとなくですが、匿名希望さんの気持ち結構ね、わかるような気がします。でね、じゃあ僕はどうしたのかっていうと、その後の行動って二通りしかないと思うんですよ。1、その悔しさに背を向けて尻尾を巻いて逃げ出すこと。2、その悔しさを受け入れて自分ができることで挽回することです。僕はですね、漫画ではあんまり結果を出すことができなかったので、そこからは結果的に逃げ出すことになったんですが、じゃあ自分にできることは何なのか考えて、イラストの道である程度の結果を残せるように頑張りました。もう一時期はね、午前10時から午後20時まではゲーム会社でイラストを描いて、で、帰ってきてからは夜中の2時3時までその他の絵を描くみたいなことをほぼ毎日やってました。まあ、今思うとね、よく続けられたなって思うんですが、そこでね、エネルギーに燃料になったのが、やっぱりあのパーティーで味わった悔しさです。めちゃく
ちゃ小物扱いされてものすごく悔しかった。もうあんな思いするのは絶対に嫌だ。そういう悔しい気持ちがあったからこそがむしゃらに努力できたっていうことが間違いなくあると思います。匿名さんもね、同じような悔しさを抱えているんだとしたら、その悔しさを燃料にして自分が前に突き進んでいくための推進力に利用するのも手だと思いますね。あ、ただね、ちょっと僕が気になっていることとして、匿名さんは質問の中でその方とのお仕事や関係は続けたいっておっしゃっているんですが、ちょっとねそこが気になっています。これはちょっと厳しい言い方になってしまうかもしれませんが、多くの人が勘違いしていることなのであえて言います。アシスタントで頑張ることと自分が作家になって活動することっていうのは連続しているようで、実は連続していないっていうことは覚えておく必要があると思います。もうね、アシスタントをどんなに頑張ろうとアシスタントはアシスタントなので、その先に自分が作家として活動する未来っていうのは永遠にありません。あ、一応ね補足すると、プロ足で月給100万円以上稼ぐ人っていうのも中にはいるので、その道を志すならそれはそれでありです。ですがアシスタントとして頑張ったからといって作家になれるわけじゃないっていうことですね。今ね、勉強のためにアシスタントをすることっていうのはマイナスではないんですが、匿名さんが作家になりたいのであれば、アシスタントをすることはですね、なるべく続けたいことではなくて、むしろできるだけ早くやめるべきと思って取り組まないと、自分が作家として活躍する未来はどんどん狭まっていくと思っておいた方がいいです。そこだけはね、注意しつつ、悔しさを燃料にして、どんどんと突き進んでいってくださいね。負けないで応援しています。はい、次の質問です。20代尾崎さんからの質問です。斉藤先生こんにちは。いつも役立つ情報をたくさん発信していただきありがとうございます。早速質問なのですが、人はどうして人に絵を見せるのでしょうか。私は絵を描いてきたこの大体5年弱人に絵を見せることなく描いてきました。その5年のうちに誰かに絵を見せたいななど思ったことがありません。絵を描いていることを知っている数少ない友人からはどうして絵を見せないのか不思議がられますが、私からするとどうして絵を見せようと思うのかが不思議で仕方ありません。じゃああなたは何のために絵を描いているのか、そう思うかもしれません。私は絵を描きたいから描いているだけなのです。どう頑張っても描きたいと見せたいがイコールでつながらないのです。私はそれでいいですが、果たして絵描きとしてそれでいいのかもわからなくなってきました。見せたいと思わないのならばそれでいいのでしょうか。きっと当たり前の感覚である誰かに絵を見せたいと思うことは絵描きの才能だと私は思います。絵を描く人にとって当たり前のことが欠如している、そう思えない私は絵描きに向いていないのかなとも思います。どうして人は絵を見せるのか、また見せたいと思わないのであればそれでいいのか、お答えいただけると嬉しいです。ご検討のほどよろしくお願いしますとのことです。はい、尾崎さん質問ありがとうございます。これについての僕の結論はですね、絵は他人に見せなくても全然 OK です。意外でしたか。はい、でもですね、別に見せたいという衝動がなければ、見せなくても全然問題ではありませんね。尾崎さんは他人に絵を見せたいという気持ちが湧かないということでしたが、なぜねそうなのかを解説する前に、まずは逆パターンについて、つまり人はなぜ絵を他人に見せるのかについて考えると分かりやすいと思います。人が誰かに絵を見せたいと思う時っていうのは大きく分けて3パターンの動機があると思います。 1. 何かのメッセージを伝えたい時、 2. 承認欲求を満たしたい時、3. 絵を売りたい時です。1の何かのメッセージを伝えたい時っていうのはいろいろありますが、例えば道路標識を思い浮かべると分かりやすいと思います。例えばこれは指定方向以外進入禁止の標識ですが、これをね例えば文字にすると左折以外は禁止と書くことになりますよね。車を運転してる時にね一瞬で判断しなきゃいけないのに、それを文字で書かれたらそれをねこう読み取らなきゃいけなくなるので、一瞬でも判断が遅れてしまうと事故につながっちゃいますよね。そういう時にはこうやって図に起こしてメッセージを伝えられるようにする、これをピクトグラムって言ったりもします。メッセージを早く的確に他人に伝える、そういう役割が絵にはあります。まずはこれが一つ。二つ目はこのチャンネルを見ている人で、この動機で人に見せたい人が一番多いかもしれません。僕もですねこの割合が比較的多いと思います。承認欲求、つまり誰かにすげーって言われたいってことですね。っていうか X で絵を発表している人の中のだいたい 8、9 割ぐらいはこの動機で絵を発表していると思うので、それに当てはまらない尾崎さんのことを見て友人がね、は？
なんで、見せたくないの？と思っても、まあ不思議じゃないな、とは思います。そして三つ目の絵を他人に見せる動機ですが、まあこれはね、少し珍しい動機ですが、絵を売りたい時ですね。画家やイラストレーター、漫画家やアニメーターがそれに当たります。まあこの3番目に当たる人っていうのは、1も2も含まれていて、メッセージも伝えたいし、承認欲求も満たしたいっていう人がまあ多いとは思うんですが、中にはそういうの一切抜きにして、ただ単に自分は絵が得意だし、たまたまそれが金になるからやっているっていう人もね、まあ中にはいると思います。なのであえて1と2と分けたっていう感じです。さて、他人に対して絵を見せる動機が、今言った3パターンだとすると、逆にそのどれにも当てはまらないけど、でも絵を描きたいっていう場合があって、それがね、尾崎さんのパターンだということです。このパターンはね、そこまで多いわけじゃないんですけれども、確実にいると思います。それが、自分自身のことを知るために絵を描いているっていうパターンです。今ね、そこまで多いわけじゃないって言いましたが、まあでも、絵描きは多かれ少なかれ、少しはその一面を持っていることがあります。まあ、例えばですね、皆さん、言葉で何かを伝えたいときに、頭で考えるよりも、一旦言葉を吐いてみてしまってから、言って初めてですね、自分ってこういうこと言いたかったんだって気づくことってありませんか？それと同じようにですね、絵を一旦描いてみることでしか自分が感じている感覚に気づけないことっていうのが結構あるんです。まあこれはね、内省って言って自分自身の心と向き合って自分の心について顧みてみることを言いますが、それに気づくために自分自身と対話するために絵を描きたいっていう動機っていうのは確実にあると思います。僕もですね、さっきは承認欲求を満たすためっていうのが大きいと言いましたが、この内省のために絵を描いているっていう一面も、まあ、確かにねあると思っています。そしてそれは決して悪いことではありません。で、それを受けてですね、じゃあ自分自身との対話のために絵を描いている人にとって、尾崎さんみたいな人にとって、それでもあえて人に絵を見せる必要があるのかについてお話をしますが、僕はですね、内省をしたい人にとっても他人に絵を見せるメリットはあると思っています。なぜかというと、絵で内省したい人っていうのは、絵を通して自分自身の心の形を正確に知りたいわけですが、自分一人だけではですね、その心の形を客観的に見れないからです。まあ、例えばこれもね、さっき言ったように図にするとわかりやすいんですが、自分だけで内省する場合、絵を描くっていう行為が、この紫の矢印として、で、絵を描いた結果、これが自分の形だっていうイメージした自分の心の形っていうのが決まるわけです。この赤い円がそうですね。ただ実際に絵を描いてみるとわかると思うんですが、自分が思うような理想的な絵が描けずに、あれ？こんなはずじゃないのにってね、実際は四苦八苦すると思うんですよ。そこにモヤモヤを感じてしまうことっていうのは結構あると思うんですが、それは当然です。だって自分一人だけで客観的に自分自身の心の形を把握するなんて到底無理だからですね。じゃあどうするのか、もっと自分自身を知るためにはですね、他人も利用してしまうことです。他人に対して自分自身の作品を見せてみて、自分のメッセージを投げてみてですね、で、他人に反射して返ってきた信号の強さでですね、自分の形を測るっていうことも必要なんですよ。この緑の矢印が他人に絵を見せて返ってきた信号の強さです。これをやるとどんなことが起きるのかっていうとですね、自分はこのぐらいの強さで投げたからこのぐらい返ってくるかもなって予想しても、なかなか思ったような強さで返ってこない、もしくは逆に思ったよりも強いボールが返ってきたなんていうギャップが発生します。この返ってきた信号の強さによって改めて自分の形を認識し直すとですね、綺麗な丸なんかじゃなくて、こんな歪な形だったっていうのが分かったりするわけなんです。つまりね、内省するだけでは本当の自分の心の形に気づくのは難しいので、他人に一旦絵を見せちゃって、その反応も合わせて考えてみることで、より正確に自分の心の形を認識できるようになるっていうこともあります。こういう捉え方をすればね、これまで他人に絵を見せるっていう動機がなかった尾崎さんも、あ、そういうことだったら、ちょっと他人に絵を見せる動機も生まれたかもって思ったりしませんか？まあもちろんね、だからといって無理に人に対して絵を見せなきゃいけないっていうわけでは決してないので、ここからはあくまでも尾崎さんの問題ですが、今言ったことも合わせて考えてみると、こういう考え方をしてしまう人に絵を見せる動機がないっていう人にとっては面白いと思います。はい、以上が今日
今日僕が伝えたかったことです。ちょっとね長くなってしまったので今回は2つの質問に絞りました。いかがだったでしょうか。クリエイターにとってはね、いろいろな創作を通して結構多くのモヤモヤを抱えてしまうことっていうのも多いと思います。そんなモヤモヤについても今回のように解説している動画が結構あります。例えばこちら、衝撃、絵描きはまず現実から逃げていることを認めろについて答えてみた。では X で見かけてしまったとあるポストに対してモヤモヤっと悩んでしまったという方からの質問にお答えしております。そういうモヤモヤをすっきりさせたいという人はぜひこの動画チェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。